皆さんこんにちは。こんにちは。今日はリクエストがあった商品を紹介するのだ。これはやりすぎでしょ。今回はトップバリューとシャトレーゼを買ってきたけど、いろんな会社がそっくりなのを出してるね。トップバリューのアイスクリームって結構美味しいのよね。トップバリュー製品を初めて買う人におすすめしやすいジャンルだね。作ってるのは福岡県飯塚市の冷凍乳業株式会社、同じ名前の長野県の会社さんは関係ないっぽいね。いろいろ調べたんだけど求人情報しか出てこないんだよ。トップバを作る企業さんでここまで情報がないのは珍しいのだ。次はシャトレーゼね。本社は山梨県、お菓子やアイスを製造販売する会社さんで、国内に600店舗以上あるけど沖縄県にはないみたいだね。今日紹介する中で1個あたり一番高いのがシャトレーゼだよ。ピノよりも高いのね。その代わりラクトアイスじゃなくてアイスクリームで作っているのだ。これはいろいろ入ったピノだけど、バニラ以外はアイスミルクなのね。味に合わせてアイスミルクを採用してるのかな。今回はシーズンアソートだけど、有名なのは赤い箱のアーモンド味、チョコ味が入ってる方だね。アーモンド味って美味しいわよね。トップバとシャトレーゼはどれだけ味が違うんだろうね。楽しみなのだ。トップバとシャトレーゼには別の味もあるんだけど、今回はバニラ味だけにしたのだ。冷凍室に入らないものね。撮影は買ってきてすぐにやってるのだ。隣の部屋からエアコンをつけてるけど室温は28度くらい。だから中のアイスが溶けちゃってるのね。これはちょっと厳しいね。やっぱダメだね。全部とろけ気味なのだ。残りは全部しまって2個だけにしたよ。爪楊枝で刺すのは無理そうね。切ってないのも食べたんだけど、噛むとクリームがとろっと出てくる感じは案外ありだね。本当に？普通に溶けてない方が美味しいのだ。でしょうね。だからしっかり冷やして再度撮影したよ。今度はエアコンもある部屋ね。まずは特番から行ってみようか。袋には何も書いてないわね。美味しいね。チョコの部分は弱いけど、アイスの味はしっかりしてるよ。次はシャトレーゼね。シャトレーゼってケーキよりアイスの方が美味しいんだよね。思ったより濃厚なアイスだね。チョコの部分はちょっと弱いかな。ピノと比べてどう？別物だね。でも念のためにピノも味見をしておこうか。色や形はどれも同じね。チョコが一番美味しいのはピノだね。濃厚さはシャトレーゼの方が強いのだ。ちょっと意外ね。バランスを考えてるんだと思うよ。じゃあ順位と星評価を聞いていいかしら。全部星5だね。どれも美味しくて個性があるから順位は難しいのだ。ピノに近いのはトップバだね。シャトレーゼはアイスが濃厚だからちょっと違うね。でもさ、入って渡されて食べても僕は気づかないだろうね。食べ比べると違いに気づくけど、一種類なら難しいって感じなのね。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。